入社する久米です。課長の柳田、よろしく。ずいぶん若いと思ったら短大を出たばかりなのか。俺も年取ったよな。ここはこうだよ。あ、またやっちゃった。ゆっくり慣れていこう。柳課長ってお優しいですね。奥さん羨ましい。いやいや、俺は独身だよ。え、嘘。そうなんだ。柳課長、趣味は、地元は、私気になります。え、ああ、ぐいぐい来るな。これが若さ。積極的な久米さんに押され、俺たちはすぐ交際スタートし、1年の交際を経て。柳課長、久米さん、ご結婚おめでとうございます。柳くん、よかったな。こんな若い嫁さんもらって。いやはや、おめでとう。結婚を機にマンションも引っ越した。憧れの 3LDK。 ここで久米ともっと幸せな家庭を作るぞと思っていたが、その晩なんだ、お隣何時だと思ってんのよ。隣ずいぶん若い人だったんだな。柳、注意してきてよ。引っ越しの挨拶の前に注意なんて。レッドカード打ったって。すいません。んだよ、隣に越してきたものです。静かにしてもらえないでしょうか。ああ、そうっすか。でもうちはこれがデフなんで。じゃあ。え、おい、何よそれ、ちゃんと注意したの。何度呼び鈴鳴らしても無視だよ。なんなのもう。私隣の部屋で寝る。俺もそうしよう。翌朝。はあ、やっと静かになった。朝5時まで騒がれるとは。柳さん、顔色悪いですよ。引っ越し大変だったんですか。いや、引っ越しの後が大変で。帰宅後全然仕事になんなかったわ。私もう寝る。なんか出前取っといて。うん、そうしな。もうまた。もしかしていつもこうなのか。本当にあれがデフォか。翌日休みを利用して他の部屋に挨拶がてら話を聞くことに。202号室でしょ。私たちも困ってます。あ、私は空。私はくるみ。そのようですね。注意しても聞かないし、格闘技がどうこう言って脅してくるし、マジでクソダサいし、迷惑してます。俺のキックの威力知らねえの。管理会社は何度か注意はしてくれたんですけど、住人同士のトラブルには介入しないって。退去に応じるようなやつじゃないし。3回も警察呼ばれてるんですよ。3回？警察が来た後は一瞬静かになって、その後は元通りで、全然意味ないです。最悪だ。にしてもあの人結構若かったけど、こんなマンションによく住めるな。家が結構いいとこらしいですよ。俺は家賃払ってねえんだとか自慢してました。想像以上にヤバそうな相手だな。その晩もまたそう。うっさいっつってんのよ。いったー。ひさめ落ち着いていられないよな、そりゃ。おい隣、うっせえぞ。静かにしないとダメでしょ。おい、いい加減にしろ。ああ、おっさん誰にケチつけてんだよ。他の部屋にも迷惑かけてるんですよ。うっせえってんだよ。うお、いって。おい、エンジどうした。この親父、暴力振るってきやがった。はあ、勝手に転んだんだろ。てめえ、ただで済むと思うなよ。おいおい、ポリスメン。騒ぎを見ていたご近所が通報してくれたため、202号室の住人は警察に連れて行かれた。大丈夫なの。うん、俺はなんとも。でも静かになったわね。ああ、これでおとなしく。うえー、今夜もポリだい。うわー、ちゃんとポリスメン、あの男なんで逮捕してくんないの。暴行未遂の厳重注意はしましたが、騒音については。役立たず。くわさ、柳さん大変ですね。イサメもすっかりノイローゼで、防音剤とか耳栓も買ったけどダメで。なんで私たちが。でも柳さん、来週出張じゃなかったですっけ。そうなんだよ、4日も家開けなきゃいけなくて不安だな。出張の朝、何かあったら連絡しろよ。はぁ、おい、隣んちいるんだろ。ふざけんなよ、通報しやがって。通報したのは私たちじゃないです。いいから顔出しやがれ。え、あんたが奥さん。ひさめです。ねえねえ、この傷、あんたの旦那とやり合った時の傷なんだけど。あー、痛え、治療してもらわないと。わかったわよ、上がって。マジいいの、旦那は。
今日から3日間出張でいないわよ。はあ、あなた元気なのはいいけど少し静かにしてくれないと。あんた俺と同い年くらいじゃない？もったいねえよ。何がよ。こんなに若くて美人なのにあんなおっさんと結婚してさ。別にいいのよ、給料いいし上司だから何かと都合いいし。なあ俺と楽しもうぜ。我慢しててもつまんないだろ。ふざけないで。出張先イサメからだ。柳が出張の間実家に帰ります。そっか、その方がいいな。安心して出張の用事を済ませて2日後。え、浩二君が入院？ムムが柳さんに出張を切り上げて戻るようにと。わかった、夕方には戻ります。その晩なんとか穴埋め終わった。もう夜中だ。イサメには早く帰ったこと明日の朝連絡して今日は早く寝よう。うわーい、お前まさか一緒に騒いでたのか。あれおっさん出張じゃなかったの？君が妻をそそのかしたのか。人聞き悪いな、見りゃわかるっしょ。俺ら楽しんでんの。えへへ、これからデッドバイデイライトやるの。イサメ、どういうことだよ。だって盛り上がってるんだったら一緒に楽しんだ方がいいじゃない。はあ、だいたいあなたつまんないのよ。仕事ばっかりで遊びも連れてってくれないし、出かけるとこは美術館とか庭園とか。おじいちゃんみたいな。あこうなるのは当たり前でしょ。私を満足させられなかった柳が悪いのよ。イサメ、俺はずっと留守中のお前のこと心配してたのに。このマンションだってお前の希望が揃うところをやっと見つけたのに。おっさんにこんな若い美人もったいないって分かった？やだ、まあでもそうよね。そうか、俺との生活がずっと不満だったんだな。やっと目が覚めたよ。離婚しよう、ヒサメ。やったー、ラッキー。よく朝やなぎ、ごめんなさい。離婚はなしなし。俺といてもつまんないんだろ。話くらい出てきてしなさいよ。もう顔も見たくない。慰謝料を請求しないから早くどこにでも行ってくれ。マジ？じゃあ一個離婚しよう。マジラッキー、こんな簡単に美人ゲットできるとか。おっさんといるより楽しい。イサメちゃん最高。この雰囲気を楽しめない他のやつらもアホよアホ。いったれいったれ。うるさい。うわー、ドキュン怖いよ。よしよし、いいか。お母さん大丈夫？イサメちゃん離婚おめ。あのさん浮気されたのに慰謝料も取れないんだぜ。ダサいわよね。あの人柳さんの奥さんじゃ。柳さんどういう状況？ヒサメさんが。実はカクカクシカジカで。何それ。いついつの間にか会社も辞めてもう完全に他人なんですけど。シュくん、おっさんからの解放。負ける負ける。あの調子で最低。どういう神経。最近こっちまで騒音が聞こえるようになって子供が怖がって。105号室もお母さんが胃潰瘍で入院したらしいわ。受験勉強どころじゃないよ。なんなのあいつらマジで。これ以上皆さんに迷惑かけられません。管理会社に行きます。でも警察でも意味なかったのに。そもそもこんな状況を放置した管理会社にも責任があります。皆さんも行きましょう。あいつらを野放しにするなら私たちが出ていくと言うんです。柳さん、分かったわ。マンションの管理会社、305号室と102号室は来年出ていくし、次の外壁工事は予算ギリギリだ。くっそ、あのマンション全然儲からねえな。あー、なんだ。うわー、お前か管理人は。あの迷惑住人なんとかしてよ。なんとかしてよ。おー、落ち着いて。あー、なんでもっと早くこの楽しさに気づかなかったんだろう。我慢してバカみたい。あー、なんだ、またあのおっさんか。しつこい男ね。何よ、まだ文句。うわー、何怖ー。警察官か何と来ても無駄だぞ。俺にはここに住み続ける権利があんの。いえ、あんたには出て行ってもらいます。管理会社のおっさん、あんたの苦情処理で仕事にならん。俺が出て行ったら家賃収入減るんだぞ。お前なんか出て行ってもらった方がプラスだ。今月末まで猶予をやる。それまでに出て行ってくれ。なあ。
前でも注意を受けていたよね。今度騒ぎを起こしたら次はありませんよ。へー、警察なのに犯人ボイス。こうして騒音住人エンジとヒサメはマンションを去っていった。連日の騒音や迷惑行為により体調を崩した住人もおり。なんで騒音で慰謝料払わなきゃいけねえんだよ。そのくらい実家に頼んで払ってよ。あんたんち金持ちじゃないの。マンションを追い払われたのバレたせいで感動されたんだよ。はあ、ふざけないでよ。それだけがあんたの取り柄だったのに。お前のせいでもあるんだぞ。すごいことばっか言っておいて。なんだよ。なによ。うるさいだろ。他の部屋の人よ。なめられてたまるか。なんだ新キャラ。壁薄いんだから静かにしないとダメでしょう。あのすみませんでした。今度騒いだら温厚な私も黙っていませんよ。はい、絶対しません。静かに。お年寄りも住んでるんですよ。はい。今彼らは友達も呼べない狭い部屋で静かに生活しているそうだ。ヒーマキュン。しー、あの男が来るだろうが。ごめんなさいごめんなさい。キュキュン。そして俺は静かで平和の独身生活を満喫している。こんなに静かな夜はいつ以来だろう。今度の休み久しぶりに美術館でも行くか。